はい、黒猫さんありがとうございます。今日はチャーテのスープを作ってみようと思います。使用するのはチャーテ 300g、 ブロックベーコン 60g、 お水 500g、 コンソメ小さじ2、塩コショウ1つまみ、バター 10g ということで作っていきます。チャーテの皮を剥いて食べやすい大きさに切ります。できました。水500鍋に入れます。で、鍋にバターも入れて 10g 弱火で熱していきます。溶けたので材料入れていきます。早通り入れていきます。次はベーコン入れる。はい、コンソメ小さじ2入れます。はい、塩コショウ振っときます。どれぐらい、これで3分煮込みます。はい、これで出してみますよ。はい、これにパセリを振ります。はい、チャーテスープできました。いただきます。これなんでウインナーの頭がこんなところに。